琥珀の道琥珀の道は古代の琥珀の交易路を指す名称琥珀街道とも水上交通と古代の交通路として数世紀の間ヨーロッパアジア間の往復路、北ヨーロッパから地中海までの往復路となっていた装飾品に欠かせない構成材として琥珀は北海とバルト海沿岸からビスワ川とドニエプル川の水運によって陸路を行きイタリア ギリシャ、国会、エジプトへと何千年も前から輸送され、それはその後も長い間続いた。ローマ帝国時代、主要路は、ポーランドのバルト海沿岸から南下して、カリシアを経由し、シレジア地方の峠、モラビア門を越え、ボイ族の土地とモラビアの境を通って、アドリア海の先端にへ到達する、南寄りの道であった。古代エジプトのファラオであるツタンカーメンの墓には、 その副葬品の中にバルト海産の琥珀があった。また琥珀は北海からデルポイのアポロン神殿へ供物として送られた。国海からの通称ルートはもう一つの古代の交易路シルクロードに沿ってアジアへと続いていたのだろう。バルト海に面したプルーセン人の町カウプトトルソは南へ向かう交易路の出発地点だった。おそらく琥珀の道は スカンディナビアでは、北欧制動機時代の繁栄を引き起こし、地中海からヨーロッパ北端の諸国へと影響をもたらした。ロシアカリーニングラード州は、琥珀の地という意味のヤンタルヌイクライ、呼ばれることがある。琥珀の道ハルシュタット文明時代の墓から出土した、琥珀の首飾り琥珀の道は、琥珀の産地と取引先であるヨーロッパ、中東、極東地域とをつないでいた。 琥珀は、ポーランドの北岸とバルト三国の西岸地方、特にポーランドのプロイセン地方を呼び、ポメラニア地方で最も多く採掘された。現在でも、世界の琥珀の約90%は、ポーランドのバルト海沿岸で産出される。バルト三国における最短の道は、内陸の鉱山気候地帯を避けて、エストニアのバルト海沿岸部を通った。各地の琥珀は、 ビエルコポルスカ地方のカリッシュで中継された。カリッシュは古代ローマのプトレマイオスがカリシアと記録している街である。ここからシレジア地方へ向かいモラビア門を通りチェコに入る。蒸気のモラビア門を抜けるとモラバ川でオーストリアへ向かいカルヌントゥム近くでドナウ川を横切りアドリア海沿岸のアクイレアへ南下した。いくつもの道が北海とバルト海をつないでいたが、 特にアンバー氏からブレンナー峠を通過し、イタリアのブルンディシウムとアンブラキアへ向かうルートが知られた。スイス地方は、シュトベルン周囲と、おそらく、ローヌ川とライン川の境目から発するアルプス道に集中していた。バールン、バルネフェルト、アメルスフールト、アメロン辺を含む狭い地区で、ライン、川下流域と北海をつないだ。アントウェルペンとブルフヘから、 ブレーノラルー、ブレイコールルイコールコントへ南下する小さな区画があった。交易路はスイスのベルニへ向かうムーズ川の水運で続いた。琥珀が見つかったロワール川川口のブレンヌからブレッスとベルニへ向けてアルプスを横切り、スイスとイタリアへ向かう3つのルートが知られている。交易路は琥珀が見つかっているアムバルへ接続し、ベアルンとピレネー山脈へ伸びている。 ルートは地中海へ向かう交易路のあるスペイン北部とピレネー山中の琥珀の見つかった場所につながる。ありがとうございます。